あなたがそういう事件に対して前の人と笑っていきなり、そしてその時はお前たちであるということをはっきりと多くの国民に言っていかなければなりません。私たちは人のない人のない国民運動的に南部日本国国民会でございます。私たちは今安全に使っている連中のように日本共産党が支援を受けたり、私は主張もないです。連呼するだけ。あの4文字系の連呼も品があればいいんですか。品がないですよね。ちょっと聞いたら、ちょっと品がないね。あれ品がないね。あとやめろとかね、湿度を入れるとかね、そういうことまずいじゃん。あかん品がないことも本人は分かってるし、安倍さん辞めて誰がやればいいんだろう、ね、菅。あーおっかねおっかね。鳩山、あー狂っちゃ狂っちゃ、本人たちのことみたいな共産党になるの。品がないんですと言ったら、シーシーじゃちょっと何もできないでしょう。あれ宗教行為、宗教自由は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 気をつけてください。お疲れさんす。マリーゴトで、マリーゴトで、どうもお疲れさーんす。どうもどうもこんばんは。地下鉄の駅からお願いいたします。地下鉄の駅、はい、国会に行けないです。はい、出れません。力、出れません。始まる。原発やめろってやめても冷たい電気に行きたいですよ。そうですよね、あいつらほど電気機械使いますから。前にあの国会前に来た時に、原発は原発止めろ、電気代値上げ反対って両方書いてあったんですけど、どういう意味で、どういう感じで言うと、例えば矛盾しまくる。お前らやめた方がいいよな。人間やめますか、左翼やめますか。そうですよね。やめて岡田とかを押すんですかね。あれすごい考えてますね。でも上下といいし、じゃあシーシーよ。あと民主関係ない。じゃあ、あのプラカードって共産党って気色悪いよねっていうプラカードを見せてください。感じ悪いよねじゃなくて気色悪いよねみたいな。
ださーい。平和安全法制っていう感じを先生となんて読めんだからなんで戦争法案になるんですかね。誰こんな周りは見からないエーデンちょっとみんな見られちゃうみんな手たらくじゃん。メディア側も完全にあっちの味方じゃないですか。だって今日昼間ヨンちゃんのミヤネ屋で中国のガス電をまた何機も増やしたっていうニュースが来たんですよ。だからそこになんかその評論家みたいに出てきて、それ日本が悪いんですよ。平気で言うんですよ。びっくりしましたよ。日本がね、日中中間線なんて提示するから、あっちのイベントって日本が悪いんですよ。平気で来てるのどうしようもないですよ。あー、びっくりしましたよ。ゼロワーさん入れて、なんか自分のなんかヤサ男みたいなやつのなんか交渉のそのテーブルを日本が提示してとか、だってしてるけど破る。散々話し合いで法案させ法案させ法案させ法案賛成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 安倍ちゃん頑張れ法案賛成法案賛成法案賛成安倍ちゃん頑張れ法案賛成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 安倍さん頑張れ法案賛成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 演奏反対法案賛成賛成！法案賛成！法案賛成！法案賛成！
案賛成。法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 案賛成。やめろ、シーラーやめろ、シーラーやめろ、シーラー。
めろ、オナガもやめろですね。オナガもやめろ。どっちがファシストなんで。歩行者通ります。左側に寄ってください。歩行者通ります。歩行者通ります。できるだけ左側に寄ってください。歩行者通ります。左側に寄ってください。歩行者通ります。エベッキ DNA に刻まれます。絶対賛成。阿部ちゃん頑張れ、もっと頑張れ。チーガーやめろ。空き缶どっか行け。絶対賛成。
そうそう、それはトラが1個持っているから連絡用に1つ欲しいんだけど、トラがうちのスタッフ誰かトラが1個持っていてくれますか。皆さんに連絡するように1つ欲しいんだけど。
日本国万歳を参上したいと思います。よろしくお願いします。日本国万歳。
ゃないでしょう。救急隊の方に乗りたいと思います。救急隊の方に、救急隊の方に乗りたいと思います。本当に全国から集まってくれました。ありがとうございました。お疲れ様でございました。本当にありがとうございました。皆さんの熱い救急隊の方に、そして、市内の方々が必ず参加にも、多くの会議職人でも伝わったと思います。本当にありがとうございました。本当の中から、臨海の方に戻っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。今こういうのを見てお分かりになると思います。どういう人間が感染と平和だと言っていた実態が明らかになったと思います。人と何もない人間としての誇りもない連中がやめきがなりそういったことで安倍政権に対する中国の敵としての役割になっている。まさに中国の出番だ。平和の敵だ。それでは行きたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは前に行きます。安倍主義者特務バシスト。はい、じゃあ戻りたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。と、緊張の手先を持っております。レトンを帰れ。バカは相手にしないというのが我々のあれでございます。はい、それでは戻りたいと思います。何やらせてんの。はい、もうバカは相手にしません。静かに帰りましょう。はい、はい、皆さんご苦労さんでした。それから警察の皆さんもいろいろありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ご協力お願いします。